テンテテテテテテテン、こんなやったっけ。クルルー、明けましておめでとうございます。いや、今年度、今年も2023年も楽しくワイワイやっていきたいと思います。ということで、今日はですね、久留米市にあります長門石ゴルフ場からのワイワイゴルフスタートというと、ちょっと景観な景色を。いや、いいね。ね、今年の正月はね、晴れたけんよかった。相変わらず人は多いって、熊本かなっていうぐらいゴルフの聖地感がえぐいね。ということで、今日はまあちょっとベアに呼び出されまして、あの、何したいとか。ゆうちゃん、90歌ん。あ、90ね、確かに歌ないね、歌ないね、めっちゃなかった。歌んくなったね、どちらかというと。歌なくなったね、うん。どのくらい90以上打ってない？もう3年ぐらいは打ってないんじゃないかな。3年、うん、じゃあ安倍80。7月、厳密に言うと、うん、今年の7月にセンチュリー行ったんやけど、うん、もう体調不良すぎて、うん、あの91はあったけど、まあ、普通に考えたら絶対90は戦う、自信しかない、うん、もう自信しかない。なこの辺のレベルとはもうちょっとかけ離れました、自分で言うのなんですけど。はい、なんで90打たんと。90打たなくなった理由、そうだね、まあ、出玉のコントロールというか、ある程度こう曲げ幅が減ったりとかってのももちろんあるんやけれども、うん、でも出る絶対、うん、あの一緒に回りよって分かると思うけど、ミスショットはあるけど、うん、なんか俺の場合はね、やっぱね、アプローチでどうにかしのいで、もう最悪ボギーでええやみたいな、45以下で回れば、絶対にボギーはボギーで回ればいいっていう、で後半40ぐらいで回れれば85ぐらいだっけ、なんかそういう風になってきたね、そういう考え方でやると、もちろんね、バーディー取りたい気持ちはめっちゃある。行くぜみたいな時はめっちゃあるんやけど、これがね、なかなか難しいもので、そこがまだ俺が70代をこう行ってるけどね、行ってるけど、こう安定して行ききれない理由なのかなと思う。でも絶対80代しか出らん自信しかない、俺は今。羨ましい、そんなこと言ってみたいな。おいで、おいで、おいで、今日は何をしたいと思う？今日はね、うん、まあ、この前一緒にラウンド行ったけど、フェザンズね、ね、うんうん、常に100切れる、というかまあ90前半とかで回れる。よくば80代とかね、うん、なるほどなるほど。じゃあ、まあ考え方とか、うん、ちょっとそういうのをやってみようか。そう。オッケー。じゃあ、もうちょっとスタートなんで行きたいと思います。レッツゴー！うん、OK。ナイスパ。いいじゃん。ドライバーよ。あれはドライバー。はい。グリーンネットぐらいのイメージ。グリーンネット。ああ、あっち左のね。OK。ちょっと風が。もう右だけケアだね、ここは。そうそうそう。オッケーオッケー、それでいいよ、残りは何でもいい。そうそうそう、寒いね、寒い、太陽出とるんやけど、もう風がね、そうね、まあでも年明けかなって言っちゃない。2023年最初のラウンドはゆうちゃんとやったね。いや、フェアウェイ真ん中捉えたし、やっぱコース行ってもそういう考え方の方がいいんだね、その、うん、左に、なんていうか、フックボール出たらどうしようとか、うん、そういうふうな、まあ、考えだったりとかするのは分かるんだけど、うん、基本的にどういう球が出やすいか、そっち向くみたいな。で、そっち逆方向に行ったら、うん、例えばグリップが悪かったとか、うん、いつも通りじゃなかったら、グリップがいつも通りじゃないとか、うん、
ドレスがちょっとかぶっとったとか、ああなるほど、そういう風な考えに持ってった方がいいかなと思うけどね。やっぱスイングってなると、なんだろう、時間も労力もかかるから、うんうん、ラウンド中にスイング見直したところでっていう話、そう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 、そこはやっぱり考え方をもっとシンプルに、うん、だって手とクラブがつながっとって初めてゴルフができるわけやけん、うんうんうん、みんなすぐさスイングがどうこうって言うやん、まあ、分かるよ分かるけど、スイングはね練習場でねするのよ。スイングはラウンド中に直したところで球が暴れてしまう。そうね、でもやっぱ振らないといけないわ練習では。うん、まずね振る関係のちょっと動画は今後アップしていくんで、みんな15ヤード伸びるんで絶対楽しみにしてください。15ヤード伸ばしたらだいぶ楽になるよね。2番手変わるよ大体。そうだね、2番手とか2番手変わるのはでかい。でかいよ。ボールが行きはすっと、あれが俺や、こっち、これが俺より真ん中出てたから。うん、あのライン出せるといいね、球を。170ありました。あ、170だった。触れないのに、うん、あまりこう上から打ち込もうとか考えんでいいよ、もっとフラットに、そうさらっと、うん、そんな感じ、リズムだけ気をつけて。あ、やばい、ちょっと遠慮したね、遠慮しちゃったね。入ったかな。でしょ、ちょっと来てたな、4打目かな。距離感しっかり持って OK。 ナイス、うまい、止まれ、うわー、あ、止まらんね、止まらんね。やっぱダメやね、デッドに行ったら。ナイスパー、ボギーだ、うん、これでワンオーバーだから、今俺の場合は、うん、次3つずつ区切るね、俺は結構3つずつ1、3、4、6、7、9みたいな、あ、その中でボギーを2個ずつ叩いてる人も、うん、2、3が6でしょ、6、42や、42、おお、でも80点半や。そうそうそう、それだけでいいか。いや、まあ俺の場合はまあ3オーバー、うん、3オーバー、4オーバーまでいかな。そうだね、じゃあそこでこの前37出した時みたいにバーディーが2個とか、うん、3つとか絡んできたらボギー叩いても貯金になるからね。うん、考え方、考え方だよね。スイングだと思ってるからダメなんだよ。振り方これ違う、スイングと振り方と違うんです。違う、マジで俺の行き着いた答え。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。